はいどうも、翔平 TV 良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日も引き続き埼玉武蔵ヒートベアーズ潜入の最終回です。はい、今回は守備編になります。清田選手のキャッチボール、今回はね、翔平がなんとキャッチボールの相手を務めさせていただきました。そして清田選手の使っているグローブはファーストウィットです。清田選手ね、ロッテ時代はファーストを守ってはいなかったんですけれども、このベアーズ入ってからファーストをね、数試合今守っております。そして今体を大きく使ってのキャッチボール、やっぱりアップですからね、しっかりと大きく体を使ってという点で投げています。ボールの伸びえぐいっすよね。本当にピューンとミサイルのように飛んできますよね。すごい。この、ね、低めもさーっとくるんですよね。いや、翔平さん羨ましいですね、これに関しては。本当にガンとボールね、カメラで追うのも大変ですからね、そのぐらい速いです。やっぱここね、リリースの位置をしっかりと確認しながら投げています。まあ、普段はね、まあ、今ファーストミット使ってるとはいえ、普段はまあライトだったりセンターだったりっていうところを守ることが多い清田選手なので、まあね、送球っていう点では大きく体を使って投げる、そこでリリースも重要になってくるので、ここはしっかりと投げていました。そして見てください、切れ味抜群の変化球、すごいですね。うふー、変化量大きい。カーブかな今のは。清田選手ね、もともとピッチャーですからね、高校は、高校大学途中までね、ピッチャーやってましたからね。マジっすか、なぜピッチャーやんなかったって。イップスは僕は気持ちだと思ってて、やっぱメンタルだと思ってて、なんだろう、やっぱイップスになって人にしか気持ちわからないって。技術っていう人もいるんですよ、はい、イップスは技術何が違うのかと思って、やっぱ投げる前に不安があるんですよ。あ、確かにちょっとこう、できるんですか。僕はもうボール持った時点でなんかおかしいなと。結構外野手の人多くないですか。外野ならなんかめっちゃ多いですよ。ならない多分僕イップスの中でも多分最上級にひどかった。だからイップスの人の気持ち分かります。分かんないですか。何年か前すごい動画バズったんですよ、イップス関係。あ、そうなんですか。そういう流行ってたんですけど、本当にヤバい人がいたんですか。600万とか。あ、そうなんですか。いや、僕になったきっかけはやっぱなんか先輩にバッティングピッチャーとかやってて嫌だなと思いながら投げてたね。やっぱなんか投げたくねえなとか思いながらなったんですね、僕は。へぇ、イップスなんて言葉知らなかったんで、最初は。で、なんか指かかんねえななんて最初思ってて、それを誰かにイップスだよって言われてから自分で調べたりしちゃって、イップスっていうのがなんか自分で分かってからもう投げるんです。だから知らない方がいいです。そうですね、気づかない方が意外と。最初はやっぱなんかそのイップスを隠そうとすごいしてた自分がいて、これはイップスじゃないみたいなっていう自分がいたんで、でもそれからなんかどっかで吹っ切れて、俺イップスですみたいな感じで言えるようになってからはすごい楽になりました。投げました。冒頭投げてもすいませんっつってイップスじゃない人にイップスの気持ちわからない。あ、そうですね。これは間違いない。はい、なんて神対応なんでしょう。そうだね、何楽しんでんだよ今日。すごい一ファンとしてエンジョイしてますからね。ここからは守備練習の様子をお届けいたします。まずファーストの、ね、守備に入っています清田選手、そしてセカンドには上田選手が入っています。清田選手はね、ベアーズに入団してからファーストを守るようになったんですけども、それでも軽快な動き、さすがです。足ね、細かいですよね、上田選手も。半回転して逆回りしてセカンド送球の形を、はい、これもね、逆シングルでガッチリとキャッチしてます。取ってから次への動きも早いですよね。そしてベンチ前ではキャッチャー陣の練習です。映っておりますのは町田選手です。ね、右手へのね、持ち替えがすごいんですよね。どんなボールでもね、キャッチボールでもすぐに右手にボールが映っています。そして田村選手です。田村選手、高卒1年目の強肩キャッチャーです。はい、そしてキャッチャーね、3人でスローイング練習、西崎監督が指示を出していますね、指導していますね、スローイングに対して。はい、キャッチャーね、練習ってやっぱり守備練習ってなるとスローイング練習とかが多くなったりするのかなっていうところですね。これみんな取ってから早いんですよね、3人ともすぐ握り替える。いや、これすごい間近でカメラでね追いながら
見てたんですけれども、すっごい勉強になりました。そしてここからは座ってのスローイング練習。今すごかったですね。小判取ってからすぐに投げたんですよね。この体の左側、ミッド側のボールも取ってからすぐに投げれる。すごいですよね。一個一個の動きがしっかりとしてるんですけども、その動きが連動されているっていうのがすごい分かります。いやーすごい、本当に取ってから早すぎる。キャッチャーの皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、そして再び内野の守備練習へ。サードには坂口選手が入っています。セカンドには金子選手ですね。二人とも軽快なプレーを見せております。これバッティング練習中にノックを受けているので、まあ、ノックのボールプラスね、受けてない間はそのバッティング練習のボール、生きたボールを取れるっていうのはね、あの一石二鳥の練習法で、まあ、これプロ野球選手、NPB の選手も、よく練習中やっていますけれども、試合前にあのどちらの、ね、打球を取ることができるので、プロならではだなといったような感じしますね。そして今もね、衝突しないで半身になってボールに合わせていました。そして金子選手はね、ボールの左側から入る、正面から入って衝突しないっていうね、取り方してますね。これ1歩目のピョンっていうのが、はい、ありました。シングルキャッチも行っております。そしてこれね、ショーバーも難なくキャッチ。ヒットコーナーですからね、サードは。ぜひね、皆さんも参考にしてみてください。オープンド、遅れてるって。まだまだ大丈夫、まだ18。ここ走るんじゃないですか、俺も見てる。まだまだいける、まだいける。みんなはみんなは半周差ついてる。まだまだ大丈夫、まだ39。直すね。いい勝負。いや、いい勝負、いい勝負、いい勝負。いい勝負。いい勝負。いや、しかもランチなのにすごい。いや、そうなんですよ、すごい。スルンスルンしちゃって。昔はもっと走るんですけど。いや、ライトランス、ライトランス、よし。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャーゴー。いけいけいけ、そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。